湖に浮かぶ島か。わらわの里もフィルフサ対策に行こう。ナイゾ姉ちゃん、ちょっと相談があるんだ。聞いてくれる？あれ、どうしたの？実は俺、秘密基地を作ろうと思ってるんだ。秘密基地、いいじゃん。でもどうして私に？ライゾ姉ちゃんならいろんなこと知ってるし、秘密基地の作り方も知ってるかもって思ってさ。ふっふん、そりゃあ当然作り方は知ってるけどね。やっぱり。でも秘密基地って私が作り方を教えたら秘密基地にならないんじゃない？あ、そうか。でも俺作り方わかんねえ。これは独り言なんだけど、まずどういうものを作りたいか考えるといいかな。で、その作り方を想像してみると分かりやすいと思う。どういう材料が欲しいか、それをどう組み合わせたらいいか。俺、なんか分かったかもしれない。ありがとう、ライザ姉ちゃん。リラさん見てたんだ。なんで笑ってるの？いや、何、錬金術師というのはどいつもこいつも可愛いと思ったのでな。前にも同じようなことがあったなと思い出して、錬金術師の思いは確実に受け継がれたと感じたんだ。何のこと？気にするな、こちらの話だ。これからもずっと良き錬金術師でいてくれ。いいもの手に入るかな。どんな素材も無駄にならないからね。よっ。あらら、もあらら、これも使えるのか？何の話してるの？ああ、ライザか。以前ライザさんと話した私の家のことについてレントさんに話を聞いてもらっていたんです。パティがなんか悩んでたんでな。どうしたんだと聞いてみたらこうなった。そうなんだ。でもこう言っちゃなんだけど、レントが聞いてわかるような話なのかな。ははさすがに俺とパティじゃ立場というか環境が違いすぎて、そういうところはわからねえ。けど置かれた境遇は俺とちょっと似てるところがあるかもなとは思う。どの辺が？家が残るも消えるも自分次第ってところがだな。俺が武者修行に出ちまって、その後親父になんかありゃそこで俺んちは消えるわけだからな。パティも家を継がないってなったら貴族の家だろうとそこで終わりになるんだろ。終わるかどうかは分かりませんが、でもそうなる可能性は高そうですね。そう考えると同じなのか。パティは婿養子の話とかどうするつもりか全然決まってないって言ってたけど、将来どうするとかそういうこともボルカーさんからいろいろ言われる感じなの？そうですね、いろいろ言われます。でもやりたいこととかこうしたいっていう未来みたいなのはあるんじゃないのか？全くないとは言いませんが。立場の問題があるのは俺でもわかるけどよ、最終的には自分がどうしたいのかじゃないのか。
だってよ、自分の人生って誰のもんだ？そうですね、私の人生は私のものです。だろ。一度よく考えてみることにします。本当に今のままでいいのか。私も人事じゃないかもな。この先自分の人生ってどうなるのかな。この辺りが村で一番古い地域だ。由緒正しいってほどでもないがな。まあ何にせよ、あんたからすりゃつい最近みたいなものなんだろうが。そう卑下するものでもない。歴史が長ければ良いというものでもないでの。隠したくなるようでは意味はない。正しき積み重ねを行ったものが良い歴史をの。なるほどね。いけね、映っちまった。見ちゃったよ、ボス。ライザ。なるほどの。お前やめろよ。俺だけじゃねえ、カラさんだって。だって面白かったからさ。そもそもカラさんの口調が特徴的すぎるんだよね。そう？どこかおかしいかな。私の喋り方普通だと思うけど。ねえライザ、何か変かな。いつもの喋り方は普通に喋れるのかよ。むしろどうしてできないと思ってたの。なんての。慣れんことをすると疲れるの。そなたもあまり年長者をからかうものではないぞ。うん。カラさんってずっと謎だらけだと思ってたけど、ますます謎が深まったよ。分かったのはまだまだ底知れねえってことだけだな。どうしたの？なんかボスらしくない姿を見た気がするけど。逆にお前は口を開けばいつもお前らしいな。俺だって本を読んだりすることはある。そういえばボスもタオと同じように学園で論文とか書いてるんだよね。何書いたの？経営学的なものだ。経営学？何それ。そんなことだろうと思ったぜ。お前にはわからないだろう。あ、ひどい。かいつまんで言えば、空剣島の今後のことを考えて最も役に立ちそうな学問だ。ボースはさ、やっぱりいずれは村で偉そうに振る舞っていきたいわけ？お前人聞きの悪いこと言うな。ただ村をより良くしたいと思ってはいる。そしてそれは村の他の連中では難しい。村の連中はその意志と当該の知識が足らなすぎる。その意識の改革をするのに誰かが旗を振らねばならないんだ。勘違いするなよ、父さんに言われたからじゃない。これは俺自身の意志だ。あれ、ライザじゃないか。ああ、タオ、どうしたの？こんなとこで。ライザこそ
僕は別にここには用事はないよ。ただ単に家に向かう途中ってだけだから。まあ私も別に何かあるってわけじゃないけどね。そういえばライザもここで先生やってたんだっけ。うん、確かに前に少しやってたよ。今は中断しちゃってるけどね。もっと先にやらなきゃならないことができたしさ。それよりタオだよ、ますます勉強できるようになったんだね。オートの学園に行ってるだけでもすごいのに、論文まで書いてさ、しかも2つもでしょ。私も鼻が高いわ。もう茶化さないでよ。論文は他の人だって書いてるんだよ。でもさ、一つでいいんでしょ。二つ出したのはなんで。どっちか一方に絞るのが難しかったっていうのもあるけど、どっちか引っかかってくれればいいかなって。二つとも通ると思ってなかったから今悩んでるんだけどね。それはなんとも贅沢な悩みだね。あらら、集めちゃいましょう。とりあえず集めておくか。あらら、もう集めておこう。この本まだまだ少ないけど、これでも前よりは増えたんだ。私が集めて増やしたのもあるんだよ。そういえば村で先生のようなこともしていると前に話していたな。あれ、リラさんって本読むんだっけ。少しだけな。前までは人間の文字が読めなかったし興味もなかったが、今は少しわかるようになったんだ。本も読めるようになって、試しに読んでみたらいろんなことが書かれていて面白いものだと分かった。そうだったんだ。まだ大して読めないが、今ならタオの気持ちも少しは分かるような気がするぞ。リラさんもひょっとしてタオみたいに本の虫になったりして。いや、私はタオと違って読書に傾倒するというようなことはないだろう。私のはあくまで気が向いた時の手慰みに過ぎ、読もうと思って読んでいるわけではない。そっか、私もなんだかんだで本は読むから、村の子供とかには読書はいいよって勧めてるんだ。ま、とはいえ長い人生なのでな、いい暇つぶしくらいにはなるだろう。リラさんも私が知らない間に少しずつ変わってきてるんだな。私は空間島の雰囲気は割と好きでな。そうなんだ。アンペルさんがそういうこと言うの初めて聞いたかも。そうか、まあことさら口にするようなことでもないからな。それでこの島のどの辺が好きなの。そうだな、ゆっくり時間が流れている感じがするところか。今までどこにいても常に何かに追われているような感覚が拭いされないでいたものだが、ここに来るとその焦りから解放されるような穏やかな気持ちになる。確かに
アンペルがここにいるときは張り詰めていた緊張が緩んでいるように見えることがある。私もね、前は島に不満を抱いていたというか、不満しかなかったんだけど、いろんなことがあって今は結構好きになったよ。何を言っても言われても、結局私の故郷はここ、空間島なんだ。仮に村を出てどこへ旅立とうが、私の心の帰る場所はここにあるって。その気持ちを忘れるな。帰る場所があるというのはとても大事なことだからな。アンペルさんはひょっとして帰る場所がなかったりするのかな。